話ですか。めちゃめちゃ歌ってたな。陽気な。許すわけないわ。自分が無能だってバレちゃうもの。本当のことだけど。魔法薬学の授業。おお、いかにも。魔法薬のホグズミードにあったお店もこういう感じの鍋だったね、そういえば。いいね、こっちは魔法というよりなんか魔女っぽい雰囲気だね。いやーいいね、この何が入ってるかわからないけど、めちゃくちゃいっぱい素材がね、瓶に詰まってるこの感じ。怪しいものとかもあるんだろうな。ん？レベリオ。なんかあるな。シャープ先生の闇払いバッジ。闇払いは魔法省の魔法法執行部に所属していて、あらゆる脅威、特に闇の魔術における脅威から魔法界を守っている。魔法省ってどこにあるんだろうね。どれくらいの規模なんだろう。なんかね、光ってなかった？気のせいか。この辺もなんかありそうだけど、いや、ないな。とりあえず授業を受けましょうか。調合とかそういう感じになるのかな。シャープ先生だね。魔法薬学は教科の中でも特に困難かつ危険な科目だ。そうなんだ。ミラも5年生になったのだ。規律と知性をさらに高めていくことが求められるぞ。足が悪い、シャープ先生。今学期はまずウィゲンウェルド薬の調合から始める。薬かな。ミスタータッカー、この魔法薬が重宝される理由について説明してみたまえ。はい先生。ウィゲンウェルド薬は様々な傷の消毒だけでなく治癒にも使えるからです。うん、癒せる傷もあるが全てではない。レイヴンクローに特典だ。今日のレイヴンクローは今の人。ウィゲンウェルド薬の調合を君たち全員にやってもらうぞ。やっぱり足が悪いっぽいな。いつ必要になるかわからんからな。さあ始めたまえ。ちょっと怖い先生だね、生徒からすれば。調合か。力を込め、均等な動きですりつぶすんだ。均等な動き、早すぎてもダメかな。調合には細心の注意を払うこと。くしゃみ一つで大惨事だ。そんなに大変なの？一つまみ。ホークランプの体液。体液ってことはまあ生物か。まだ入れていいの？どれくらい入れていいか全く聞いてないんだけど。なるほど。ホグワーツというか魔法学校を卒業するには魔法だけじゃなくてこういうのも覚えるんだ。どうでしょう、私のリゲンウェルド役だっけ。大部分は正しい混ぜ方を覚えていたな。ん？正しい混ぜ方。うん、これは調合しやすい魔法薬ではない。よくやった。やった。最近の活躍を褒めてもらえた。聞く限り防御の効果があるエデュラス薬の調合も練習するべきだろうな。エデュラス。ウィーズリー先生がピピンからレシピをもらえと。はい。うん、そうですね。当面は私の部屋で材料が見つかるだろう。ありがとうございます。次からは自分で材料を用意するように、はい、薬草学の授業で育てた植物から収穫し珍しいものは購入する、うん、だが他の材料は手に入りにくいかもしれない。もう少し工夫が必要だ。この先生、顔にも傷があるな。初回が運なのか実力だったのかを見てやろう。わかりました。この先生は実力があればむしろすごいちゃんとこう見てくれる人だね。できない人を嫌うというよりは
こう努力をしてない人は多分バッサリ見捨てるタイプな気がする。間違えれば眉毛を失うことになるかもしれない。眉毛ならまあまだいいけどね、描けるから。目がなくならないだけマシか。学校を休ませようって思ったらしい。まあね、危ない。あれ？あ、違うか。ん？オナイさんに一瞬見えたけど違う？この人はウィゲンウェルド薬で怪我を治せるって言ってた。使うことにならないといいけど。まあそりゃね。で、アッシュワインダーの卵を集める。君、シャープ先生の部屋に入っていいと言われてたよね。うん、そうだね。そうだよ、別の薬の材料を取ってくるよう言われたんだ。すごいや、君は滅多にないチャンスを授かったってことだね。かわいい子だな。僕はギャレス・ウィーズリーだ。恥ずかしながら魔法薬界の神童って言われてる。賢いんだ。あれ、ウィーズリー先生は親戚なの？血のつながったおばだよ。本当だ、ウィーズリー。おかげでいつも監視の目が光ってる。でもずっと見張ってるはずないからね。聞いて、エデュラス薬なんてトロールほどの頭があれば誰だって作れる。そうなんだ。実は今すごい魔法薬に取り組んでるんだ。でもたった一つ、最後の材料が足りないんだよ。持ってこようかってことだね。君は切れ者だね。欲しいのはフーパーの羽一枚だ。フーパー、君はシャープの部屋に入る許可を得てる。代わりに持ってきてくれないか。呼び捨てされている先生が。ギャレス君はそのウィーズリー先生の監視とかがあるから、まあ迂闊なことはしづらいんだね。まあやろうか。わかった、先生がなくしてなければいいんだけど。それはないよ、フーパーの羽はそれほど貴重じゃないんだ。早く完成した魔法薬を見せたいよ。羽を頼むね。うん、わかった。振動か、すごいね。なら授業以外にもどんどんいろんなことをやりたいだろうけれども、まあ少しぐらいの冒険はよしとしましょうか。おお、キャン、ん？違う、背骨だ。野犬の毛皮。これは連絡表？防塵&バークスについて。防塵&バークスで営業時間外の活動が増加している。特に真夜中過ぎの裏口。店の評判については我々もよく承知しているため、監視の役払いを増員するつもり。うん、怖いな。これ何の背骨だ？ドラゴンか。あ、アッシュワインダーの卵。アッシュワインダーの背骨かな。で、ギャレス君のためにウーパーの羽。はい、今日のセット。あれ、この人魚っぽいの、あの噴水の広場にあったやつかな。これなんだ、てかこって、本物の手ではない気がする。角が生えてて水晶があって角笛かな。楽しいな。こう、あったあった、これか。でかいな。あ、かわいい、右上。なんかこの先の未来とかを教えてくれそうなフクロウだったな。自分がいつかやられてしまう運命まで見えてるタイプの。あ、すいません先生、本蹴っちゃった。ごめんなさい、バレなきゃ大丈夫だ。こそが魔法薬作りの鍵。じゃあ先に渡しちゃうか。ちょっと見られないように背中から先生にね。はい、フーパーの羽だよ。最高だ、調合するのに少し時間をくれ。うん、君はエデュラス薬の調合に戻れ。こっちの薬が完成したら声をかける。うん、楽しいんだろうね、調合するのが。これさっきちょっとなんかミスったら爆発が起きるみたいな、そういう話があったけど、これ向かいの人とか同じ宅のね、隣の人とかがミスっても被害受けそうだよね。何してんだっていうことになりそうだけど。エデュラス薬を調合しましょう。魔法
約作り。この2つは焦らず丁寧に。おお、鍋これか。あったね。全身を岩のような肌で覆う。やっぱり防御系か。これは物事がうまくいく確率が上がる魔法薬。くれ、それ私にくれ。月30本セットで毎回アマゾンの段ボールとかで送ってくれ。毎日出社前に飲んでいくわ。じゃあエデュラス、薬。ちなみに15秒、30秒、1分。呪文ダメージを一定時間増加。周りに嵐が発生する。あ、飲むと透明になる。多分この辺はすごい時間がかかるんだろうね。素材も多分大事なもので。エデュラス薬、これぐらいはちょっと待つ。それからゼニアオイルを加えて、それで、あれ、どうなってるんだ。大丈夫か、爆発しない、ま、おかしい。あ、やべ、大丈夫。ああ、いつもやってんのか。うわー、すごいすごい、花火が。何が起きた。ガレス、さすがね。いつも通りなんだね、ちょっとやっちゃうのは。すみません先生、これバレちゃうんじゃないか。あ、なるほどね。いたずらというか、なんかしちゃうと、そもそもその個人じゃなくてクラス全体で引かれるから、まあ、うん、そういうね、あれだね、村八部方式というか、余計なことはちょっとしづらいね。これでできたかな。スター・ウィーズリーだけの仕業ではない。あ、共犯者も出てきてもらうとしよう。誰だ、まったく。先生の部屋に忍び込んで羽を盗むなんてなあ、ウィーズリー君。すいません、何でもするんで許していただけないでしょうか。言われた通り、エデュラス薬を作りました。違う違う、 そっちじゃない。そっちじゃない。ミスター・ウィーズリーの手伝いでかなり忙しそうに見えたのだが。バレバレですね。申し訳ありません。何のことか分かりません。いや、シャープ先生、絶対騙せない気がする。見てよ、私の左の顔も完全にこう、あー、ダメだよなーっていう顔してるもん。真顔だもんね。これ、でも謝ったところで許してもらえる先生かな。まあでも、やっちゃったことはやっちゃったからね。これは素直に謝りましょう。すみません。友達を助けようとしただけなんです。自分の行動の責任を認められるならばいいだろう。あ、よかった。これで教訓を得たと信じるぞ。正直に言ってよかった。大鍋での課題についてはいい出来だったと言っておこう。ありがとうございます。君は見くびっていた。この授業は高度な内容の上に君は新入生だからな。そうだね。ご期待に応えられて嬉しいです。よかった。なかなかできないことだ。ただまだ魔法薬の達人ではないぞ。いいな。様々な材料の組み合わせをしっかりと把握するだけでなく、材料そのものの理解も必要だ。料理みたいだ。薬草学には特に身を入れるように。ここでの調合に必要な植物も育てるからな。ああ、そうだね。調合を練習できる場所を探したまえ。熱い大鍋を置くには場所をよく選ぶ必要がある。わかりました。よかった、思ったよりも寛大に許していただいた。今日の騒ぎはこれで十分だろう。授業は終わりだ。なんか嬉しいな。それぞれの先生から君はすごいなって言ってもらえるの、主人公になった気分だね。まあ、実際主人公ではあるんだけど。大丈夫？面白い授業だったね。君のおかげだ。予想とは違ったけど最高だったね。助けてくれてありがとう。いやいや、君が魔法薬を提出した時、シャープは嫌な顔してなかった？責任を取るとか言ってたからさ。言ってたね。いや、大丈夫大丈夫。ね、許していただけたし、まああと失敗したらああいうことになるんだなっていうのが見られたから、ありがとうギャレス。先生は怒ってたけど解決したよ。大丈夫。よかった。後できっと笑ってくれただろう。あの不愛想なシャープだってこれまでに魔法薬を爆発させてきたはずだ。まあね。もう行こう。
今度話すときは絶対爆発はなしだ。これぐらいちょっと無謀にいろいろチャレンジするぐらいの方が将来はね、きっと天才と呼ばれるような人になるのかもね。で、なんか場所を見つけるとかあったね。左下のマップ見ると外かな。本当にこれ選択しても落ちないぐらいの、待って、これ今さらっとぶつかったけど、めちゃめちゃいいパイプだ。最高。いや、これなんて説明すればいいのかな。わかんない人にはこう解説ができないんですけど、このね、入り組んだでもちょっと直角で曲がってたり、こう何、科学的というか、なんかうまく言えないんだけど、人工的なパイプってね、ロマンがあるんですよ。私、高速道路とか乗ってて、工業地帯のめちゃくちゃに入り組んだパイプとかベルトコンベア見るの本当に好きで、たまに写真撮ってます。いいパイプがあると、ああ、これいいパイプだねって言って撮ってる。レベリオ大丈夫、なんかめちゃくちゃ怪しい。毒斬りみたいなの出てるけど。あれ、ここには出てないな。ワールドマップ、あ、だいぶ離れてた。ローアーホグズフィールド、街だっけね。ここに行くんだね。ワープできるかな。まずはホグワーツから出なきゃいけないから、ここって飛べないか。いや、あんま変わらないな。私、外になんちゃらの移動できるやつも、炊いてないもんね。え、ポップコーン食べてる？え、違う、百味ビーンズかな？私、あんまり、ハリーポッター世界のお菓子、そんな詳しくないけど。校内であんな普通にご飯食べていいんだね。お菓子か。まあ日本がちょっと厳しすぎるのもあるだろうけど、私はね、おっと、あ、この人が今喋ってたの。あ、喋るんだ、絵画。あはー、生きてるということでいいのかな。何を落としたんだっけ。あ、私たまーに昔は海外に行ってたことが旅行でね、あるんですけど、これぐらいちょっとラフな方が私はいいなって思っちゃう。このもん最高。このもん最高。え、何この、青銅でできてちょっと錆びてるようなもんにさ、屋内なのに窓があってさ、バルコニーっぽいのがあって草が生えてるけど外ではないという、この、いやー、もうたまらんな。私、将来100億円お金手に入ったらこういう家建てよう。自分の部屋の扉とかこういうドアにしたい。屋内に川とか滝とか流したいな。楽しみだな。夢が広がるね、100億円手に入ればの話ですが。ん？めちゃめちゃ歌ってたな。陽気な。レベリオ。ん？こっち？違うな。俺なんかあるだろうと思ったんだけど、違ったな。最近アルビービークスの店に行ったやついるか？ここ初めて来るか？あ、違う。ここ一回、うん、来たね。え、なんだっけこれ。なんかすごいやつ。ん？待って、エラコンブとか言ってない。直接人魚に会えなかった。エラコンブもハリーポッターに出てきたよね。ハリーが食べた、ごめん、別の昆布のことかもしれないけど。ああ、違う、こっちか。話が途切れたけど、私、そう、これぐらいちょっとラフな
雰囲気の方がちょっと好きだな。規則正しいがっちりよりも廊下に座ってお菓子食べてるぐらいの格好の方が私はちょっと性に合うかもしれないな。あ、オナイさんか。ナティオナイに会う。走ろう。これはなんだ？ん？すごい。あ、あれがある。フィールドガイドは本当に便利ね。私も乗せてもらえて嬉しいわ。あー、ここで昼ご飯食べたい。いやー、いいな。ちょっと本当にこのゲームテンション上がるポイントありすぎるな。過剰摂取。あ、授業を受けるのか、ここで。いや、最高じゃない？初めだけかもしんないけど、ここで授業を受けるってなったら私喜んで学校行くよ。外の空気に当たってね、草木の香りを感じながら授業を受ける。たまらんな。ハリーポッターの世界に転生したいって今一瞬言おうと思ったけど、あまりにもちょっと治安が悪いので考えものかもしれないな。明日死んでるかもしれない世界だからね。まあハリーがいたあれがね、その時代というかが危険すぎただけなのかもしれないけど。あ、可愛い子。ごめんね、いただくね。いやー、かっこいい。いいね、あの螺旋階段の窓まで斜めに上がってってる感じ。すごいな。これだって昔の私イコとかやったけど、昔のゲームだったらこのお城の中だけで全然ゲーム丸々一本完結するぐらいの広さだよ。こんな広大なさ、十分すぎるぐらいだよ、面積としては。ゲームプレイの進化したね、ゲームも本当に。私はもう自慢で、全く自慢することじゃないけど、ゲームをずっとやって育ってきた人間だから、ちっちゃい頃からさ、外で遊ぶよりもゲームよくしてたから、この時代に生まれたのは本当に私は幸いだったな。幸せなことだ。もう少しかな？いや、割とあるな。ショートカットしてみよう。あっせ、あっせ。走る、ん？なんかチリンチリン言ってる。何もないか。ここだけ見ると、デスストランディングみたい。配達しなきゃ。あと200メートル。なんか飛んでる。なんだ、飛行機とかであれに当たるとポイントもらえたりする。最近ゲームセンターで、昔のレトロゲームがあるゲームセンターで、なんか自転車みたいなのに実際にまたがってめちゃめちゃにペダルを漕いで空を飛ぶっていう体験型のゲームがあって、古いゲームなんですけどね、元は。すんごい楽しかった。なかなかいい感じの場所だね。あら、実家？羊っぽいね。魔法界の動物ってわけではなさそう。え？あの、めちゃめちゃ外出てますけど、これ、いいんですかね？いいのかな？脱走したわけじゃないよね。あ、失礼。あ、ワープできるね。はあ、君に会えて嬉しいよ。これホグズミードに行く相手を最初にセバスチャンにしてたらずっとそうだったのかな。じゃあ、まあオナイさんの今回は。調子はどう？あのホグズミードへの旅から回復してるといいけど。元気だけど、君のことは心配してた。ランロクとルックウッドとハーローに追われてるでしょ。大変だ。大丈夫だよ。あの時この話はしなかったけど、どうして奴らが君を追ってるのか聞かせてもらってもいいかな。あ、そっか、言ってなかったね。これどこまで話していいんだろうな。話
まあ本当は話してあげたいんだけど、情報を分けちゃうことによってお内さん自身が狙われることもなくはなさそうだよね。わからない。ホグワーツが守ってくれるとは思うが、何かあったらわからないにしておいた方がいい気がするな。ただでさえ巻き、いやもう遅いか。顔も見られてるもんな、お内さんも。むしろ身を守るためにどういう状況にあるかは知っておくべきか。僕とフィグ先生がグリンゴッツで見つけたものを欲しがってる。グリンゴッツにはいつ行ったの？ホグワーツに来る直前、それで組分けの儀式に遅れて、緊張したね。ドラゴンに襲われてポートキーで運ばれてね。それどういうこと？めちゃめちゃだね。正直言うとちょっと変なんだ。フィグ先生は僕には古代魔術との珍しいつながりがあるって。ああ、それも話しちゃうか。トロールと戦った時に使った魔法？多分ね、まだ勉強中。でも痕跡が見えるし、そうとしか思えない魔法も使ったことがあるよ。そうだね。受け入れるのが大変だ。そうだね。もっと疑問も出てくると思う。うん、とりあえず、ルックウッドとハーローは私たち、みんなにとって脅威みたいだね。だから君と話をしたかったんだ。よかった、話せて。あの日ホグズミートであることに気づいたんだ。君はあんなにも勇敢にトロールと戦った。いや、ヨナイさん。シローナはルックウッドとハーローを相手に一歩も引かなかったね。かっこよかったね。二人を見て自分もしっかりしなきゃと思ったんだ。どうしてそう思ったの？十分な気はするが。離れたのはルックウッドとハーローみたいな奴らが理由。新しい家を壊されるのをただ見てるつもりはなかった。壊される？地元。故郷が何か危ない目にあっててってこと？危険かもしれない。それを聞けてよかった。覚悟はもう十分決まってるし、前を向こうと、いやもう十分前に進んでる。お内さんは危険かもしれないとここで言うのは逆に失礼かもしれないな。そっか、ルックウッドとハーローは危険な組み合わせだ。それが乱六ともってなると。だからこそ奴らを止めないと。そうだね。シオフィルス・ハーローがルックウッドのやることを仕切ってる噂があるよ。あいつを倒せばルックウッドの組織も動けなくなる。なるほど。知れないけど、ああいうのはシンガー巡査が対処すべきじゃ。もう話したよ。丁寧ではあったけど。話したんだ。まあ生徒に詳しい話はしてくれる感じじゃなかった。まあそれはそうだ。ルックウッドの一味がハーローが企んでる大規模な密漁のこと話してるのを聞いたんだ。それを少し調査できないかと思って、シンガー巡査が必要としてる証拠を手に入れるんだよ。なるほど。でもどうやるの？聞き耳を立てて観察するよ。サイコロ回せ。企みを正確に突き止める。何か分かったら連絡するから。とりあえず何かあったら私はここにいるから。ありがとう、ナティ。気をつけてね、お内さんも。油断は禁物だよ。分かった。まあしかしお内さんも強かったからね。失礼だ。この私を脅すなんて。どうなってるの？なんだ、めちゃくちゃ荒れてる方がいるわ。見知らぬ人を助ける。どうしましたか、急に。あのテントの中か。こちらもこちらで気になる人はいるけど、今まさに襲われてんのか。闇の魔法使い、字幕って便利。誰のことを言ってるかわからないわ。研究に没頭していたし、悪いけど今は。ビクトール・ルックウッドの質問だぞ。明らかに怪しい。知るか。おや、噂をすれば。あ、バレてるわ。ミスター・ルックウッドが話したがってる。学生？まさか。先生か、この人。おっと。にしろ。手を出すな。やっていいのか。素晴らしい。我々に勝てると思うなよ。火炎放射。アクシオ、おいで。終わりだ。オッケー。なんだ。追加。光が消えるのを見ててあげるよ。アッシュワインダーの決闘者。コレクションに新たなタイプの敵が追加されています。弱点など敵に役立つ、関する役立つ情報を確認できる。まずい。あれはなんだ。
おっと暗いな。オッケー、そんなもんか。逃げる。あ、間違えた。持ってる魔法が違った。おいで。おっと、危ない。さあ、終わっちゃうぞ。ガード。ミスりました。オッケー。なんとかやったね。やっぱちょっと難しいな、戦い。あんな風に言われたのは初めてだ。しかもホグワーツに近い場所で。そうだね、手段ももう選んでないな。大丈夫ですか？大丈夫だよ。あんたの優れた防衛術のおかげでね。よかったです。アッシュワインダーズが私を殺してまであんたに手を出そうとしたわけは？話すしかないな。ビクトール・ルックウッドの取り巻きの泥棒だかユスリアだかさ。あんたに随分ご執心だね。ちょっとわけが、とにかく助かりました、うん、本当に。とにかく追っ払えたみたいだね。プリアが危険な状況になってきてるって言ってたよ。プリア戻ってくる前に研究を進めた方が良さそうだ。先生大丈夫ですか？プリアって？プリアって人のことを話しました？私の妻だ。学生時代に彼女にもらった本のおかげでマーリンに興味を持ったんだよ。婚約してるんだ。人間なハッフルパフ。夜の闇横丁に店を構える魔法薬師さ、うん、うわ行きたいな。あそこハイランドの出来事はすぐ耳に入る。情報が手に入りそうだ。研究？興味深い。実にノラ・トレッドウェルだ。マーリンの生涯とその研究が専門の歴史家で考古学者だよ。あ、考古学者。マーリンは架空の人物かと。それはすごいにしておこう。マーリンってアーサー王伝説の？まさにその人さ。知ってる。なんとなく。マーリンはホグワーツに通ってた。なんだと。数世紀前に彼がここに残した不思議な柱を調べてるところさ。面白い話。ツルに覆われた柱だよ。何十個もあるんだ。あの辺一帯にね。私はマーリンの試練と呼んでるよ。なんか仲間のスリザリン生のために道楽で作ったって考えてるんだ。マーリンはパズルや謎解きが大好きだったからね。やばいな、解くことになりそう。少し退屈そうです。あ、これは別にあれか、先生に言ってるわけではなくね。すごく面白そうですね。あなたがマーリンに惹かれるのも納得です、うん、ぜひ試練のことを教えてください。それじゃちょっとした秘密を教えてあげるよ。なんだろう。仕組みを解明できたものはまだ誰もいない。誰も？でもね、私は重要なヒントを見つけたと思ってるんだよ。いいんですか、聞いて。そいつはこうだ。試練の成功にはゼニアオイこそが重要な鍵になる。ゼニアオイ、万能の薬草だよ。マーリンが著書で何度も言及してた。仮説を試そうとやってきたところにぶしつけな邪魔が入ったんだ。なるほど。著書に書かれた渦にはそれぞれ中央に違う記号があるだろう。それで私は思ったね。もしゼニアオイが記号の中心になるよう置かれたとしたら。その通り。よかったら試してみるかい。小さな仮説がどうなるか見てみようじゃないか。そんな大事な一歩のところを。ゼニアオイがぎっしりのトランクを持ってきたよ。私のテントのそばだ。私がやっちゃっていいんですかね。こういうやつか。試練の柱。で、このトランク？そう、たっぷりお取り。もう持っていってもね。ありがとうございます。いいのかな。取りました。結構。それじゃこの柱のつるはわかるね。それと地面で渦巻く石。これか。それぞれの試練に特徴がある。渦の上にゼニアオイを置いて、さて何が起きるか。何が起きるか。何が出るかなと。今のは見たね。ツルが消えたよ。これは大進歩じゃないか。さて未知の領域だ。この巻どうにも気になるね。光ってるな。攻撃か？火の魔法。レベリオ。うん、なんかあるね。呼び寄せではないだろうな。アクション。違う。点火してみる？インセンディブ。ついた。炎の中に沈んでいく。あ、本当だ。
幻想的だな。おっと、ああ、そういうことか。全部が沈む前に、あ、違う、全部につけなきゃいけないのか。つまり時間制限だね。レベリオ1、2、3、3つだけかな。なんかある。なんだ、ヒルの汁。ひえ、私ヒル何回も噛まれたことあって結構怖いんですよね。インセンディオ、インセンディオ、そしてこっちにも OK。 走ってインセンディオ。どうだ、ツル。お、なんて美しいんだろう。あれ、誰か人。火だよ、信じられない。すごい瞬間に立ち会ったね。誰も解いたことがない長年であろう謎を。ノラ・アートレッドウェルさんと話す。これってつまり成功ってこと。言えると思うけどね、疑問は増える一方だ。どういう仕組み、うん、メモを見直さなくちゃ。何か見落としたのかも。仕組みか。どれもこんな感じですか。厳密には違う。これ見よがしなツルや地面の渦はどれも同じだろうけどね。わかりやすくはあるな。見かけた時に解いてみるといいよ。さて、研究を続けるための材料が揃ったようだ。思うにそれぞれゼニアオイも必要で。いるのか。足りないならホグズミードで見つかるよ。わかりました。本当にそろそろ行かないと。会えてよかったよ。楽しそうだね。研究が好きなんだろうな。私は欲しいものを手に入れたから、メモと本に囲まれた安全な場所に戻るよ。マーリンの試練。おお、かっこいい。すごいすごいすごい。そんな、あはは、かわいい。箱が今歩いてたね。これは違うんですか。いや、絶対先生のものだったと思うんだけど。あ、ああ、オリバンダーさん。失われた本を君が見つけたとフィグ先生に聞いた。その件について話がしたい。わかりました。確かに白色草だから杖のね、あの店主さんだね、オリバンダーさんに話すのはいいかもしれないな。戻りましょうか。Thank you.